アングラ文化を調べてみるとちょくちょく出てくるアートシアター新宿文化とアートシアター塾、これ一体どう違うんでしょう。アートシアター新宿文化は1962年から74年まで新宿三丁目にあった映画館です。日本アートシアターギルドというアバンギルドの映画会社の拠点として芸術的で前衛的な映画を多数上映したほか、演劇や落語まで手掛けていたんですね。ここで公演を打った劇団としては寺山修司の天井さづきや別着ミネルの早稲田小劇場、劇団聖杯桜シアなどがありました。一方アートシアター塾は、これ読み方新宿じゃなくて塾なんですけど、ものすごく小規模な貸し劇場で新宿5丁目にあったんですね。営業期間はちょっと現段階ではまだはっきり分かんないんだけど、私が調べた限りでは1982年から91年までの存在は確認しています。ここで公演を打っていた劇団としては第三色地下やオルガンフィト、シュウケイパトラ、そして東京グランギネルですね。ちなみにアートシアター新宿文化については支配人の久住金四郎氏の証言をまとめた遺言って書籍なんかがとっても詳しいから、ぜひ参考にしてみてくださいね。これで区別はバッチリだね。